皆さん、こんにちも、おまわり、なうみやくんぼ、けいやくです。けいやの B 以外、皆様に今日は嬉しいお知らせがあります。山形ファミリーボーイで、なんと外部のチャレンジマッチ、復活したんです。安藤ひとみさんのチャレンジマッチ以来です。コロナ前の3年前の、はい。そのチャレンジマッチは、黒田アーサーさん、特別チャレンジマッチ、14時の部と19時の部があるんです。はい。14時の部だと3ゲーム、19時部だと4ゲーム、お値段によって違います。さらに、アクシファーのサイン会、そして撮影会もあるんです。これは嬉しい話です。8月6日土曜日、8月7日は羽野第4地区夏祭りの前日に当たります。はい、これは楽しみでございます。はい、ファンの皆様、大変お待たせしました。はい、いやー、私も出場する予定です。もう予約はしました。ただ行動制限どうなるかわかりません。ワクチン接種の状況もどうなるかもわかりません。はい、まあ私にとって楽しみでございますね。はい、というわけで以上です。バイバイ。